体は人類に残された最後のミラクルワールド、本日も徹底的に解体していきましょう。はい、プレゼンターは劇団ひとりさんとキリンさんです。よろしくお願いします。はい、今回のネタは、いやー、よくぞ聞いてくれました国分寺さん。国分です。国分です。名前は国分寺源五郎さんじゃなくて国分太一です。あー、これいけない。何年やってんすか一緒に。しっかり今回はですね、なぜ達人はこんなにたくさんのことを覚えられるのか、その謎に迫る実験がエモリー大学のハマン博士によって行われました。参加してもらったのは10人の健康な男性。彼らにはこんな写真を見てもらいました。思わず嬉しくなっちゃうものと、見ても何も感じないもの、そして4週間後の記憶を調べてみると、嬉しくなる写真の方をよく覚えていたのです。そこで写真を見ている時の脳の活動の違いを調べてみました。この黄色い部分が違いが出た場所です。その中でハマン博士が注目したのは扁桃体、好きや嫌いといった感情を司っています。ここが強く活動する時ほど記憶も高まることが分かったのです。達人たちのすごい知識を支えていたのは、脳の中で湧き起こる好きという感情だったのです。いや、これはすごいですね。あのね、紅白の男の子もそうだし、ガの女の子もね、二人とも楽しそうじゃないですか。あのイヤリングどこで売ったんですかね。ザでしたよね、あれね。ザでしたね。あの紅白なんかでも全部再現できるみたいですよ。すごい。僕ですら覚えてないですよ、自分のセット。自分のですか。セットはね、それはそれでちょっと問題だと思うんですけど。あの、今年もよろしくお願いします。多分ダメですよ。いや、でもすごいですよ、セリフまで覚えてんですもん。担当したアナウンサーも全部は覚えてないと思います、まあ、きっと。ではその好きなことが忘れられない、メカニズム、こちらで、じゃあ説明しましょう、はい、こちらでございます。はい、これですね。はい、まあ、ちょっとまあそういう達人っぽい表現を作ったんですけども。達人と呼ぶんですね。はい、この脳をですね、ちょっと横から失礼します。はい、こんな感じになってますね。目よ。はい、で、扁桃体というのはですね、この脳のこの辺りにあると。はい、まあ、先ほど VTR でこう2つあるように見えましたけども、それ、あの、上から見ると2つ。はい、そしてですね、この扁桃体の隣にあるのがこちら、あ、これが海馬と出ませんね、海馬場所で、ここが記憶に重要な働きをしていると、見たり聞いたりした情報が海馬に入ることで記憶できるようになるということなんですね。で、実は今回すごい映像を手に入れました。この海馬にですよ、はい、情報が入っていくその瞬間でございます。はい、見えるんですか。では早速ご覧いただきましょう。どうぞ。マジで？マジ？